少々太宰治。いつも自分のところへ遊びに来ている人が、自分の知らぬ間に、自分を批評しているような小論文を書いているのを、偶然に雑誌あるいは新聞で見つけたときには、実に案外な気がするものである。その論の党不当にかかわらず、なんだか水臭い、裏切りに似たものをさえ感じるのは、私だけであろうか。 今度改造者から、井ブセさんの作品集が出版せられるそうだが、それについて何か書け、と改造者の M 君に言われて、私は大変困ったのである。私の家は、東京深野三鷹町のずいぶん分かりにくいいわば絶域にあるので、わざわざこの家にまで訪れてくるのは、よほどの苦労であろうと思われる。事実 M 君は 大変の苦労をして私の家を探し当て汗を拭きながら何か一つイブセさんについてと言いたもうのである私は恐縮し数は窮した私は今までイブセさんにはとてもお世話になっている今更イブセさんについて書きにくいのである前に一度イブセさんのことを書いてその時にイブセさんにもう書くなよと言われ 私ももう書きませんと約束をしたことがあったのだどうしても書きにくいけれども M 君は遠路わざわざやってこられて私に書けというのである私は弱い男らしい断りきれなかったのである M 君の闊達な人徳も私に断ることを不可能にさせた一員らしいのであるとにかく私は引き受けたのである 書かななければなるまいいささんごください何を書けばいいのか十数年前私が東京へ出てきてすぐに井布施さんのお宅へ行ったその時井布施さんは痩せて怖い顔をしていた目が大変大きかっただんだん太ったけれどもあの怖さはそこにあるこんなことを書いていながら私は私の述の下手さ加減 デタラメに割れながらうんざりする。たかだか三枚か四枚で、イブセさんの素描など、不器用な私にはできるわけがないのだ。この頃僕は人をあんまり追い詰めないようにしているのだ。逃げ口を一つ作ってやるようにしなければ。例の目をパチパチさせながらおっしゃったことがある。この頃イブセさんは人の痛がる箇所にはあまり触らないようにしているのだ。 わかりすぎてきたからかえって触らないようにしているのかもしれないそんなぶせさんを見てぶせさんを甘いなとなめたら食い入ることがあるかもしれないまず今回はこれだけにしてお許しあれどうも書きにくいこれは下手な文章であったいずれまた